皆さん、こんにちは。えー、慶應義塾大学の国枝隆弘と申します。フランスを読むということで、今日皆さんにご紹介するのは、フランスはモーリャックの小説、テレーズ・デスケルです。えー、モーリャックは1885年にボルドーで生まれた小説家です。そして1952年にノーベル文学賞を受賞しています。今日紹介するテレーズ・デスケルは、モーリャックの代表作ですが、 小説家の遠藤周作が翻訳を手掛けたことから、特に日本ではよく知られた作品ではないかと思います。盲略と遠藤周作といえば、キリスト教という宗教で親和性があると思いますが、今日はこの小説の文体や構造についてお話をし、そこからこの小説の現代的な意義に触れてみたいというふうに思います。えー テレーズ・デスケルはこの小説の主人公の名前ですが、この小説の内容はテレーズが夫のベルナールの毒殺を図るという、そういった出来事が中心になっています。その背景には、ボルドーの近郊の閉鎖的な風土や、夫の家の高圧的な家父長的な制度、夫を毒殺しようとしたのは、そうした風土や、 制度から自分を解放しようという、そのためだったということが言えそうです。しかし、実際に本文を読んでいくと、こうしたストーリーのまとめだけでは捉えきれない、この小説の魅力があります。小説の魅力というふうに言いましたが、その工夫の一つが物語における時間の流れです。この小説は、 テレーズが面素になるところから始まります。つまり私たちは最初からテレーズが罪に問われないということを知っています。それはテレーズの父親や夫であるベルナールが世間体を重んじて身内から犯罪者を出さないために偽証を仕組んだのだということがすぐにわかります。そしてここから小説は テレーズが自宅に戻っていくまでに、ベルナールに自分が犯したこの行為の理由を説明するために、行為に移った理由を自らが探していくという内的な独白が主軸となって書かれていきます。ここでまず重要なことは、テレーズ自身がなぜ独殺を図ろうとしたのか その行為の理由が自分でも十分に分かっていない。あるいは言葉にできていないということです。その理由を探すためにテレーズは自らの過去を回想していく。そしてこの小説の特徴はその過去を回想するということにあります。実際テレーズは裁判所から自宅に戻るまで、 馬車に乗り、そしてまた汽車に乗っていくわけですが、その間に、その姿を描く現在のテレーズと、そして過去を想起する、その過去自体のテレーズ、この二つ目のテレーズの間を行き来する、そうした構造に小説はなっています。実際にこの小説を読んでみると、この階層という部分が三分の二を占めています。そして、 後半をかなり過ぎてから、ようやくテレーズがベルナールと再会するという現在地となって、小説の後半が描かれていきます。そ,そして、えー、今あ申し上げたように、テレーズにとっては、なぜ自分がその毒殺を図ろうとしたのかは非常に不明瞭なんですが、そうしたテレーズの回想を追っていると、私たち自身もこの小説の、えー、重要な部分というのが、 なぜという原因と結果を結びつけるその関係ではなく、実際には因果関係と還元できないテレーズの迷いであったり、あるいはたとえ自分が理由として考えた説明があったとしても、それはベルナールには通じないだろうという諦めにも似た絶望感です。この小説の面白さ。 というのはそうした形でテレーズが自分の行為を言語化できないそして言語化しても説明することができないこの言葉の不自由さにあると思いますもう一つの小説の面白さはこれらの描写をするにあたっての認証の不明瞭さですフランス語には直接話法と 間接話法法という2つの助術方法があります。直接話法とは話された言葉をそのまま写し取るもので話しての私、ゅ、このゅという一人称が基準となりますそれに対して間接話法は話された言葉を伝達する人の観点から写し取るので叙術は三人称になります また、関節和法の場合、主節がでえ過去であれば、従属節の中は、じえ時生の一致をします。テレーズ・デスケルーは、実際に原文を読んでみると、この認証や時生の使い方が極めて独特です。一見奇妙に思えるのですが、 このテレズ・デスケルの文章の中では、直接話法を示す義勇メの中で、間接話法の文体が現れます。具体的に見てみましょう。えー、画面を共有したいと思います。えー、この文章、あの短い一文なんですけれども、えー、この義勇メの中に入っている文章は、えー 登場人物の一人、アンヌのセリフです。アンヌというのはテレーズの昔からの友人であり、また今は結婚した後は義理の妹ともなっている人物ですが、このアンヌはジャンという青年に恋をします。しかしこの恋については家族からは反対され、またジャン本人もそもそも本気ではなかったということで、テレーズと一緒になって、 別れの手紙を書きますその若れの手紙を旅行先で受け取ったアンヌは旅行先から素早くテレーズの元へと地元へとですね戻ってくるわけですその時のこの書き方まず意味を取れば意味はすべては彼にもう一度会うこと彼にもう一度会れば彼を取り戻せるだからもう一度会わなきゃという文章です 繰り返しますが、牛名に入っているということは、二つ目に書いてある現在形で書くこと。ルトゥ・エドゥル・ホヴォワこの、エというえとこですね。そして、シジュル・ホヴォワという形で、シの後は、もちろん主語の私、あンのサす、ジュが使われるべきです。ところが、テレーズ・デスケルの中では、ルトゥ・エテという半角や、し、 L ほぼいいえという形で、L、が使われていますつまりこれは間接話法で三人称でそして過去形で描かれているということです。共有の画面を外します。今見ていただいたように、牛名を使うすなわち直接話法であれば、現在形、そして私で書くべきですが、 実際の文章の中では間接話法、すなわち三人称、過去形で関われている,わ,ているわけです。これは我々がもしです、ね、フランス語の授業で、えー、こんな文章を書いたとすれば、文法的におかしいということで、訂正をされる、そんな書き方です。では、なぜこのような書き方を、フレーズデスケルですけれどはされているのでしょうか。なかなか断定はできませんが、 おそらくこれもテレーズののすなわちアンヌのセリフであるにもかかわらず物語全体はテレーズの階層として書かれているため直接話法でありながらも物語の階層の部分であるということが優先されて過去形がそして三人称がすなわち「 間接話法が使わわれれていいるのではないかと思われますこうした例をですね、すべて挙げることはできませんが、小説を原文で読むと、このような文法規則を破る文章がかなり多く使われていることがわかります。三人称で客観的に書かれているようで見えて、実際には随所で一人称の視点が入り込み、現在形の文が挿入されたり、 あるいは今見た例のように一人称の文に字の文の特徴である過去形や三人称が入り混じったりします。すなわち結果としては極めて複雑な構造でこの作品が成り立っている。ここに作品の特徴があるわけです。こうした原文を丁寧に読んでみるとおそらくは毒殺という 出来事に至るストーリー自体は内容自体は複自的なものにすぎずむしろこの小説の魅力はこのような複雑さによって複雑さによって描かれているテレーズの心持ち自体にあるのではないかと思われてきますそしてその複雑さというのはこの時代に自立を目指し家族や家庭の一つの駒にすぎない そのような扱い方から解放されようとする、その解放を目指そうとする女性の生き方の複雑さ自体が投影されているのではないでしょうか。もっと言うならば、家や家族、性別といった周囲の状態から逃れて、私というのはそもそも何なのか、このような実存的を持った一,つの一人の登場人物としての生き方を 私たちはこの小説に発見するのではないでしょうか。このような実音的な生き方という形のこの小説を読めば、たとえこの小説が今から100年近く前に書かれたものであったとしても、現代的な魅力を持って私たちの目の前に浮かんでくるのではないか、このように思います。 はいえー、私がこの、えー、フランソはモーリアックのテレーズ・デスケールにあったのはまだ学生の時代でしたその時にはいわゆるパリの小説家ではなくてボルド,ー、えー、ボルドー出身の小説家という意識で読みましたしたがって読む時もそのボルドー近郊の荒涼としたランドと呼ばれるその地域の風土であるとか松林であるとか まずはそうしたところにですね、自分の目がですね、えー、っと、向いていました。それからもう一つ、えー、その時に思ったことは、やはりその風土の中で生きづらさを抱えるテレーズという、その人物ということでした。これが僕のですね、まあ、フードと、それからテレーズの生きづらさというのが、 僕が学生時代に読んんだだの印象だったんですけれども、実はあの私はですね、アテネフランセというところで、えーごまあ、あのフランス語の学校で、えー、文法と精読という授業をしています。これは、えー、フランス語の原文をですね、文法をです、ね、中心に、要するに文法的な読解を基軸にして、そこから作品の魅力を探ろうという、そういう授業です。 でえー、この授業は非常にまあ細かいところにあの、えー、こだわって読んでいきますので、えー、100分の授業で、まあ、大体2ページというそういった形で読んでいくんですね。でいざこの授業を始めた時に実はそこで初めて僕が気づいたのは最初学生の時には気づいていなかった今日の授業あの今のお話をさせていただいた、えー、直接話法とそして間接話法が入り混じってるではないか。 さらには、字の文の過去の中に、いきなり現在形で、えー、テレーズがですね、自分に、自分自身問いかけるというところがあるんですが、随所に。そこは全部現在形なんですね。なので、字の文の中に、いきなり現在形が入りじまじる。これは、えー、実際に授業で準備をして、細かに一行一行当たって、実は、えー、自分が気づいたという文です。つまり、昔学生時代にですね、こう、通して読んでるときには、 全く気づかなかった観点で、えー、新たに、まあ、自分が授業をする教師になって初めて気づいたという恥ずかしい話なんですけれども、そういったことがあって、今日は特にそこに力を入れてですね、お話をしたいというふうに思いました。えー、以上になります。